佐賀桜マラソン情報をお届けしています。カウントダウン佐賀桜マラソン、4月7日の大会まであと17日となりました。さあ今日のテーマはこちらです。天竺前でエール。大会では沿道でランナーを応援する団体の方がいらっしゃいます。その中でも今回は佐賀銀行河野町支店前で応援します。こちらですね、東高の天竺前保存会の皆さんの練習に伺ってきました。ご覧ください。佐賀志向の西にある堀江神社にやってきました。楽器の音色、そして力強い掛け声聞こえてきています。練習はこっちで行われています。東高の天竺前浮流保存会の皆さんです。こんばんは。さあ皆さんがこの踊られている浮流といったのはどういった浮流になるんですか？今から450数年前の堀江神社の宮司さんが雨乞い飢饉のために踊った浮流というふうに言われています。桜マラソン当日はどういった応援してくださるんでしょうか？一応浮流の一つとして道行きというのがありますので、道行きという音色で皆さんを応援したいと思っています。もう盛り上がりそうですね。はい、はい、では最後に皆さんからランナーの皆さんへメッセージをお願いします。せーの、選手の皆さん頑張ってください。はい、沿道の応援でランナーの皆さんにはより一層頑張っていただきたいですね。さあなお当日は交通規制にご注意ください。ランナーの通過時間に合わせて全面通行止めとなります。特に国道263号線と県庁前の264号線をご利用の際は迂回が必要です。大会に関するお問い合わせはこちら、大会事務局まで。お問い合わせは大会事務局までお願いします。以上、カウントダウン佐賀桜マラソンでした。